四安教事件は、1876年に、東京四安教で起こった、明治政府に対する氏族反乱未遂事件。四安教の変とも言われる。1876年10月28日に、山口県氏族の前原一世らが起こした、萩の乱に交応する形で、旧藍津藩氏、長岡久しらにより正規した。1876年10月29日、 萩の乱の発生を伝聞で知った長岡久茂ら旧合図反社ほ他14名は東京、四安京から千葉に向けて出港しようとしていた。しかし不審に思った者の通報により駆けつけた警官隊と切り合いとなり長岡ら数名はその場で逮捕された。逃走を図った者は中根部7を除き最終的には逮捕されている。主犯の長岡は 事件の時に負った傷がもとで、翌年1月に、極中死し、その年の2月7日に行われた裁判では、井口慎次郎、中原正行、竹村敏秀の合図藩士3名が残罪となった。中根は1878年、北方町の寺院境内で切腹している。警察側は、寺本義久警部補と河井工事課巡査の2名が、殉職した。 当初の計画では、千葉県庁を襲撃試験例を殺害した後、桜の東京賃貸不評、第二連隊を説得して、日光から会津若松を襲い、前原にこうして挙兵する予定であった。ありがとうございます。